ちょうど小高い坂の上に立ってます。これがまさに都会の異空間とでも言いましょうか。ちょっとこの手前のところ、無数のコードが入って配線関係でしょうか、建物の。それから雨どいなども見えますし、空調関係の音も聞こえてきます。2つの建物に挟まれて現出した深い谷間の空間が私の前面に開けてまいりました。よく深呼吸をしてみると、湿っぽいやや生ゴミを感じさせるような匂いもそこはかとなく漂ってきます。そして手前には外壁の一部が崩れたのかと思うような暗がりですが、若干の瓦礫のようなものが散乱していて、その間を縫うように太い空調のパイプでしょうか、雨どいでしょうか、こういった配管関係が縦横無尽に両サイドの建物に走っている。これを見るとあたかも人間の体内の中を旅しているような、複雑な体の中のメカニズムを探っているかのような、そんな心境にも陥ります。私がまずここで一つ疑問というか空想というか妄想というか思うのは、例えばこの向かって左側の建物が先に立っていたとしたら、こっち側は完全な空間になりますから、理屈としては心当たりで職人さんが外壁のタイルなどシート状の大板をどん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 一枚一枚貼っていくということが想像に難くない。ところが今度はこっち側の建物が仮に後にできたと想定して、このレンガをかなり奥の方まで張り巡らせているということは、職人さんが長いはしごなどを使いましてこの空間に立って、そして危ない思いをしながら一枚一枚レンガを張っていったのかと思うと、すさまじい職人かたぎや技術というものも感じさせますし、これは工事が長引いてだいぶ暗がりになったあたりで一人でこんなところで作業していたらとても虚しい気持ちにならないのかと、あらぬ妄想もしてしまうわけでありますが、喧騒が聞こえてきます。そして目を凝らしていけば人影というものがビルの谷間に移っては消え、移っては消え、通行人の姿を想像することができます。本当に向こうはパーッと明るくなっていて、まさに都会の中の未来世紀ブラジルのワンシーンか、そして古き映画のあのブレードランナーなどの光景を彷彿とさせるわけでありますが、もう一度谷底が深く切り立っているここのわずかな隙間のところに目を凝らしてみると、この暗がりは独立して存在しているような気がいたします。誰もここをじーっと私のように見ることはしない、ただ通り過ぎていくだけでありますが、人目につかないというこの段階で密かにここは息を潜めている空間で、何かあったら独立してやろうとビルとビルの狭間の中でこの空間だけが何か目論んでいるような、そんな妄想すらしてくるわけであります。例えばです、私はここに立っております。一人の人間として立っています。ですから私の周りには空間があると思っている。さらには私が人間として存在している以上は、時間というものが私の周りで流れていって自分もどんどん移り変わっていくという自覚があります。しかしこのわずかな隙間、空間はどうでしょうか。誰も見ていない。もしかしたら私が一歩この空間の中に一歩二歩三歩と踏み込んでしまったとしたら、空間はわずかにここにあるにしても時間というものは存在しないか、この空間の中に、あるいは時間が歪んでいるんじゃないかと想像してしまうわけであります。だとすれば虎視眈々と都会のこの建物と建物が織りなす中で生まれた綾とも言うべきこの空間なので、よし、こっから都会から独立してやろう、建物から離れていってやろうと、この谷間が目論んでいるとすればどうでしょう。東京を一つとってもこういったビルとビルの隙間はものすごい数あるわけです。無数にあるわけです。それが同時多発のように、あるいはまた一斉に独立を図ってスーッと夜の夜中にこの空間を抜け出して空間自体が中空に上がっていったとすれば、これは東京中を合わせて一つの塊になったとしたら、夜の東京の街のその夜空に巨大な人工的なブラックホールというものが漂っていて、そこに入るともう時間はなくなってしまうという、そんなような小説ができないのかと私はここでずっと妄想をし続けるわけであります。